男性の上村です。4回目になる今回紹介する作品はブルース・オールマイティです。この作品は主人公のブルースは、報道番組の司会者の座を狙っているレポーターです。そんなブルースが神様に代わって仕事をするお話です。ではここから先は映画の内容を話していきたいと思います。ニューヨークのローカルテレビ局でレポーターをしている主人公のブルースは、面白くて人気がありました。そんなブルースの夢は、報道番組の司会者になることでした。ある日ブルースが、生放送のレポートの前にライバルのエヴァンという人物が、その報道番組の新司会者に就任することを聞かされます。ブルースは苛立ち、生放送で放送局を侮辱してしまいます。当然ブルースはクビになり、恋人のグレースに八つ当たりして、グレースからもらったブレスレットを捨ててしまいます。不幸続きなのは全て神様のせいだとブルースは、叫びます。無職になった、ブルースに、電話がかかってきます。呼び出された場所へ向かうと、そこには清掃員姿の神様がいました。神様はそんなに文句を言うのなら代わりに神の仕事をしてくれとブルースに言います。思った通りに物や人を動かせる神様の力を手に入れたブルースは、ライバルのエヴァンを首に追いやり司会者の座を奪い取ります。ブルースはグレースに、司会者になったことを伝えます。そんな中、ブルースの頭に、神に祈りを、救いを求める声が聞こえ出したので、外に出てしまいます。神の仕事をしてないことが、原因だと分かったブルースは、パソコンを使って、祈りを整理しようとしましたが、大量の祈りに面倒くさくなり、全てに、イエスと答えてしまいました。すると街中が大パニックに陥ってしまいます。ブルースは反省し、エヴァンに司会者の座を返してレポーターに戻ります。ブルースが一つ一つ祈りを確認していると、グレースのブルースを思った祈りをたくさん見つけ出します。ブルースは、ふらつきながらも、神様に元の人間のに戻りたいと頼みます。その瞬間ブルースは、トラックに轢かれ天国に行ってしまいます。神様は最後に一番の望みは何かとブルースに聞きます。するとブルースは、グレースが自分よりいい男性と出会い幸せになってほしいと答えます。すると、命を取り留めたブルースは病室に、駆けつけてきた、グレースと仲直りをします。退院したブルースは、中継しながら、グレースと婚約したことを、番組で報告します。以上で、作品の内容は終わりです。この作品は最初はコメディが強いんですけど、最後には感動するところもあるので、ぜひ見ていただきたいです。この動画が気に入った方はチャンネル登録、いいねをお願いいたします。